はい、皆さんこんにちは。タワバラチャンネルのタです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、春バラ爆咲きさせるね方法パート2ってことでですね、皆さんにねお伝えしていきたいかなというふうに思います。前回のねパート1はですね、非常にね好評で、たくさんのね方がですね、試していただいたと。そしてですね、芽吹きの方もねもうだいぶね違うといったね、お言葉もね、いただいてまして、非常にね配信してよかったなというふうにね思ってます。で今回ね、パート2といったことで、詳しくねやり方の方説明していきたいかなというふうに思います。それではね使うもの、見ていきたいと思います。今回もですねこちらのねリキダスですね、ハイポネックスさんのリキダス活力剤になりますね。こちらの方とですね、こちらもですねハイポネックスさんのハイポネックスですね、液体肥料になるんですけども、こちらのね、2種類を使います。でね使う道具としてはですね、こういったね蓄圧式噴霧器ですね、噴霧器がね、必要になるんですけども、もしね噴霧器が、ない方はですね、霧吹きでもね、問題ないので、100円均一にね売ってますので、霧吹きでもね、大丈夫かなというふうに思います。大体ですね、この方法のね、行う目安としてはですね、3月下旬頃かなといった感じでね、我が家もですね、だいぶね、バラの方も、芽吹いてきてるんですけども、目安としたらですね、新芽がね、5センチぐらいかなといったことで、こちらラブリー名案ですけども、まだね、芽の方が、まだ3センチぐらいなので、若干早いかなと。今回ね、そこまでね、長さの方は気にしなくてもいいんですけども、こちらクイーンエリザベスで、5センチ以上はね、伸びてますので、OK かなというふうに思いますね。こちらロサオリエンティスのマイローズですけども、こちらもですね、まだ5センチにはね、到達していないので、もう少しね、待とうかなというふうに思います。今ね、撮影しているのが、3月ね、中旬といったことなので、まだまだね、下旬にはもう少し、時間があるので、その頃にですね、今回のね方法を行っていきたいかなというふうに思います。今回ね行う作業はですね、葉面散布になるんですね。こちらのね噴霧器を使って葉っぱの方にですね、直接ねこちらのリキダスとハイポネックスの方をですね、噴霧して、芽吹きのねスピード、勢いをね、つけさせるといった方法とですね、葉面散布をね行うことによって、葉っぱがですね、より強くなるといったことで、病害虫ね対策にもですね、なるので、超おすすめかなというふうに思いますね。それではねお薬ね見ていきたいと思いますけど、こちらリキダスですね、活力剤なんですけども、今回はですね1000倍希釈ですね、1000倍で薄めて使います。本来ねバラでしたら、200倍と書いてあるんですけども、今回のね葉面散布は1000倍希釈ですね。で3月ね、下旬に、葉面散布を行って、4月はね特に行う必要ないかなと。なんでこの1回きりでね、大丈夫です。なんで、リキダスをですね1000倍で薄めて使うといった感じですね。でこちらのねハイポネックスですね、液体肥料になるんですけども、こちらもね1000倍希釈ですね。本来ねバラの場合ですと、500倍なんですけども、1000倍希釈でね大丈夫ですね。1000倍に薄めて、葉面散布と。で3月下旬、約ね、芽が5センチぐらいを基準に、葉面散布していただければ、よろしいかなというふうに思います。あとですね気をつけるとこといったら、薬剤散布ね行っている方もいると思うんですけども、薬剤散布ね行っていたらですね、その1週間後にですね、こちらのね作業を行っていただきたいかなというふうに思います。1週間空ければですね、特にね、大丈夫かなというふうにね思うので、1週間ねぜひ空けてください。今ですね我が家ね3月中旬といったことで、今回のね作業はですね、3月下旬頃にね、行いたいなというふうにね、思ってまして、本来ならねこちらの噴霧器の中にリキダスとねハイポネックスの混合液を作って葉面散布するんですけども、作業のね、やり方もですね、見せてねいきたいなといったことで、このね中身はですね今回水になってますね。でお薬のね作り方なんですけども、まずねこちらの活力剤ですね、活力剤の方を溶かしてから、液体肥料のねハイポネックスの方を溶かすといったね、手順がよろしいかなというふうに思います。なんでねリキダスを1000倍で薄めて、でその後にねこちらのハイポネックスを1000倍で薄めて、このようなね感じになると思います。で、
早速ね3分の方を始めていきたいかなというふうに思います。はい、それではね早速始めていきますね。まあ、薬剤スタンプとね、まあ、似ているんですけども、まあ、葉っぱの裏にですね、まあ、5割ぐらいですね、薬剤スタンプですとね、まあ、7割なんですけども、で表側にね、まあ、5割ふわーっとねかける感じですね。これで OK です。で今回のねこちらの作業もですね、まあ、風のね弱い日にね行ってくださいね。で粘着剤はね入れなくて大丈夫なので、葉っぱの裏に5割とで表にね5割ふわーっとねかける感じで OK です。まあ、今回ねこちらお水ですからね。で時間帯なんですけども、まあ、できることならね早朝に行ってもらって、まあ、だんだんね気温が上がるとともに、まあ、こちらのね混合液の方も乾いてくるので、まあ、できることならね早朝に行ってあげるとよろしいかなというふうに思います。まあ、今ね3月中旬といったことでですね、まあ、品種によってねやはり芽吹きのねスピードも全然違いますね。まあ、3月、ね、下旬頃になれば、まあ、もっともっとね芽吹いていると思うので、まあ、このね、まあ、バシッと咲かせる方法パート2の方をね、まあ、使っていただけるかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね混み合ったところほど入念にこの混合液をかけてあげて両面散布ですね。今回もですね、まあ、ブッシュローズ、まあ、ツルバラ、ミニバラ、まあ、品種ね、まあ、系統も、まあ、関係なくね、まあ、とにかく葉っぱにですね、まあ、このようにね両面散布をしてあげると、まあ、それによってですね葉っぱもね丈夫になって、まあ、病害虫対策にもなりますし、まあ、やはりねバラにですね勢いがついて、まあ、一気にね、まあ、成長の方も加速して、まあ、春はね爆咲きといったね、まあ、感じになってくれると思うので、まあ、ぜひね今回このね紹介する方法をですね、まあ、試していただいて、春はね爆咲きしましたといった感じでね、まあ、たくさんのね方からそういったね嬉しいお言葉、まあ、いただけるようにね、まあ、ぜひね皆さんでね春は爆咲きさせていきましょうね。もうあとね少しですから、もう少しねバラの管理頑張ってですね春バラ爆咲きといったことでね非常に楽しみですね。今回はですね生産者様からのね、まあ、情報といったことで、まあ、コメントの方はね控えさせていただきます。非常にね春バラ楽しみですね。今年も爆咲きできるようにねターバラチャンネルも頑張っていきたいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。